セキュリティコードは、マスターカード、ビザ、ディスカバーカードの場合、背面署名欄右上に3文字印字されている。アメリカンエキスプレスでは、カード表面の浮き彫りされたカード番号の右上に、印字された4つの数字である。セキュリティコードとは、クレジットカード、デビットカード不正使用を防止するための特殊コード。マスターカードでは、カードベラファケーションコード、ビザでは、 カードベラファケーションバリューとも呼ぶ、以下の種類がある。セキュリティコードはカードに印刷された標準のカード番号とは区別される。標準のカード番号はその番号が正当であるか、どうかを判断するランアルゴリズムに通される。セキュリティコードはまた、カード会社がセキュリティ確保のために導入している 3D セキュアとも別のものである。これらはカードに印刷も刻印もされないが、 決済時にパスワードの入力が必要とされるものである。放実する CV 系によって計算され、カードに記録されるコードであり、直ストライプに格納されたデータが有効で、カード会社によって発行されたものであることを証明する役目を果たす。決済後、オンライン処理により、発行会社による確認が行われ、カードの正当性を担保する。ただしカードの直ストライプ情報が、 まる複製された場合は、不正使用を防ぎようがない。セキュリティコードは、カードの署名欄の隅に印刷された3桁、または4桁の数字で、時期情報としては、保持されていない。マスターカード、ビザ、ダイナスクラブ、ディスカバーカード、JCB、中国銀、ツラネのクレジットカードでは、CVC2、CVV2、CVV。 シドと呼ばれる3桁のコードが署名欄の上に印刷されており通常それはカード番号のように浮き彫りされていない決済時セキュリティコードは顧客が間違いなくカードそのものを所有していることを確認するために利用されるセキュリティコードはカード自体を見た本人しか知りようがないこのシステムは現在のところクラックされたことはないセキュリティコードは 時期情報には含まれないため、対面取引においては関与しないが、北米の店舗には対面時にもセキュリティコードを要求するところがある。アメリカンエキスプレスでは2005年以来、アイルランドや英国など EU 諸国で架空のカードによる取引を阻止するために行われている。窃盗犯がカードの実機情報をキャプチャーできない限り、電話やインターネットを使った通信販売で、 架空のカードは効力を持たず、カード会社にとっては一レベル上のセキュリティが提供される。これにより、ショップ側は、セキュリティコードを視覚的に確認、記録しなければならなくなり、それによりカード所有者に不安を生じさせるかもしれない。米国のビザの場合、架空のカードによる取引を防ぐため、顧客からコードを伝えられたショップ側は、信用紹介と取引が正常に終われば、 セキュリティコード情報を廃棄することを義務付けられている。このようにもし取引情報のデータベースが漏えいした場合でもそこにセキュリティコードは含まれておらず、クレジットカードの番号だけではさほど有用な情報とはならない。カードが発行されると CVV、CVV に CVC、CVC CV に CV のコード値が生成される。コード値は発行会社のみが知っており、カード番号。 有効期限、サービスコードを暗号化キーによって不合化、重心化した結果から算出される。ありがとうございます。